見守り音楽堂です。見守り音楽堂ではあなたの LINE に毎日365日音楽療法をお届けするサービスです。一緒に歌ったり体を動かして健やかな習慣を作ってまいりましょう。詳しくは概要欄をご覧ください。それではスタート。おはようございます。おはようございます。見守り音楽堂です。本日も皆様とご一緒に懐かしい歌、そして今日は何の日にちなんだ歌などをご一緒に歌ったり聴いたりして楽しい時間を過ごしてまいりたいと思っております。担当いたしますのは音楽療法士の細川とアシスタント大谷です。よろしくお願いいたします。それではまず最初に本日の日にちの確認をしてまいりましょう。はい、はい、本日は令和4年12月21日水曜日です。はい、12月21日、今日は何の日かと、調べてまいりますと、まずバスケットボールの日、そしてクロスワードの日、そして遠距離恋愛の日と、はぁ、はぁ、言っておりますけど、はい、ということになっております。はい、はい、ということでお届けいたします曲ですが、はい、1曲目が冬の夜です。はい、はい、いよいよね冬の夜、皆様いろんな過ごし方をされていると思いますが、はい、で、途中で手遊びがございまして、はい、そして3曲目、はい、遥かな友にをお届けいたします。はい、それではまず1曲目の説明をお願いいたします。はい、1曲目、はい、冬の夜、こちらは1912年明治45年の尋常小学校の唱歌第3学年用に掲載された文部省の唱歌です。作詞作曲は不明です、ね、はい、はい、明治後期はまだテレビもラジオもなかった時代でした。外は一面雪の中で、いろり端で家族が寄り添って、お母さんはお裁縫、お父さんは縄を舞うなど、子供たちと身を寄せ合って団らんの時を過ごしたという内容の歌詞となっております。はい、懐かしい曲かと思います。皆様もご一緒に歌ってみてください。それではミュージックスタート。Thank you.
今日はタンゴの曲でラ・クンパルシータで手遊びをしたいと思います。まずは手の甲を1,2,3,4,5,6,7,8 と叩いて、だんだん上に上がっていって肩を1,2,3,4そこまでです。で今度手を変えて1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8 これの繰り返しになります。やってみましょう。はい、じゃあ行きましょう。8個叩きますね。3、はい、今日の手遊びはこれで終わりです。手遊びのコーナはいかがでしたでしょうか。いかがでしたか。それでは3曲目の、曲の紹介お願いいたします。はい、はい、3曲目は遥かの共にをお送りします。磯部俊作詞作曲の楽曲で、はい、最初に作られたのは無伴奏の男性合唱だったそうです。1951年、うん、早稲田大学グリークラブの合宿中に作曲されました。はい、合唱曲として大変有名ですね。はい、皆様ももし、下の声部が歌えるようでしたらご一緒に歌ってみてください。それではミュージックスタート。皆様、本日の3曲はいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたか。はい、それでは本日お届けしました3曲のおさらいをしてまいりましょう。はい、まず1曲目、冬の夜をお送りしました。はい、
そして途中に手遊びがございまして、そして3曲目ですね、はい、こちらの遥かな共にでした。はい、はい、お楽しみいただけましたでしょうか。それではまた明日ですが、明日は何をお届けしましょう。はい、はい、明日12月22日、はい、木曜日ですね、はい、1曲目恋に落ちて、はい、そして手遊びの後に3曲目、はい、寒い朝をお送りいたします。はい、お楽しみください。はい、それでは今日も一日皆様良い一日をお過ごしくださいますように、また明日お会いいたしましょう。ごきげんよう。